ピッチは降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチを、これが本日それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。柳沢、高原、奥、小野、戸田、稲本、鳩、森岡、宮本、中田浩二、曽ヶ畑、エル・ウマエル、サニ・トラヘルシ、ジャイミー、バドワ。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。ジャンプ、主審笛を吹いた。これはレッドカードでしょう。非常に危険なタックルでした。バドは、ブーヘイド、ふわっと上げる。宮本、おっと、旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。バドはヘッドでパスを送る。これはちょっと危険なプレーでした。小野、おっと、これはイエローでしょう。熱くなっ、キーパーが、森岡、ダイレクトで返す。エル・ウマエル、ドリブルという自己主張、ピッチという名をカンバスに連綿と描いていきます。全然ダメ。ジャイリ、中田浩二、戸田、中田浩二、高原、柳沢、危険なタックル。サニ・トラ、ジズーニ、がっちりキャッチ。走り込んできた。
小野、攻撃を組み立てます。稲本、ふわっと上げる。ワンツーシュート、スペースを探している。高原、ファーできた。サニトラヘルシ、これはオフサイドでしょう。出た、キーパー前に出ている。ボールが宙をさまよう。柳沢、ドリブルで上がる。バドワ、森岡、キラーパスになるのか。ワンツー、ここでシュート。スローイン、前半戦終了です。